おはようございます。なんか YouTuber さんってよくこういう映像で始めたりする人いるじゃないですか。ちょっと撮ってみました。まあそれはいいんだけど、今日は豚の餌ってどんなの食べてるんですかっていう質問が結構あるんですね。よくミニ豚さん飼ってる人なんかはリンゴあげたり、野菜あげたり、いろんなそういうフルーツが多くあげてる人がいますけど、家畜としての豚はそれじゃ全然お金かかりすぎてやってられないんで、全て配合飼料といって計算された粉っぽい餌を全部あげてます。まずは子豚、まだ親にこうやって おっぱい飲んでる段階でももう離乳食をうちではあげます。それぞれの部屋に10日過ぎるとうちではこの餌箱を入れてあげて、その中に餌を入れてあげます。まだそんなに食べるわけじゃないんだけど、餌に慣れさせる意味合いで、入れてます。でうちは基本的に契約の関係で農産っていう餌会社さん、日本農産工業だったっけかな、フルネームだと、そこの餌をあげてますけど、この餌付けの段階、10日過ぎの段階であげる餌は、チューブ飼料さんっていうところの、読めるかな、ほほえみポップ2。なかなか昔からあんましこのミルクをあげるのが下手なんだか、どうにもうちの豚がミルクを食べないんだか、あんましミルクをあげなくて親のおっぱいだけ、飲んで育ってるのが多いんで、量はあげないんですけど、でこの餌がこちら、かなり白っぽい顆粒のですね、パウダーっていうよりはなんか細かい顆粒、子豚が多分食べやすいように消化しやすいような餌なんだと思います。成分は何がベースだ、見えないだろうけど、小麦粉、パンくずとか加熱のトウモロコシとか、あと大豆、ベースはそんなもんですよね。それにいろいろな魚粉やら、粉乳、脱脂粉乳ですね、そういう副資材を入れて、カロリーを上げた餌をあげてます。そして離乳間際になるともう一段階上の餌があるんだけど、ここはまだ食べてない。あ、今いないわ、それ食べてるやつ。もう一個上で向こう行くか。離乳者行く前にも、さっきサーコの注射打ったあたり、20日過ぎあたりからは、今度は違う餌に切り替わります。いつも分娩舎から連れてくるここ離乳小屋ですけど、どこだ、これか。ここはさっきより少し茶色い餌、これもほぼ顆粒状ですね、細かい顆粒。これ粉みたいな餌食べてるので、水がしっかり飲めないと口の中がニチャニチャするだけなんで、水はたっぷり飲めるようにしてあります。そして、これを食べきると続いては
もうホコリだらけだけど、こういうパイプラインで餌が運ばれてきます。その餌が、そうだな、何日目だろうな、35日目ぐらいからはこういう餌。今度は少し下流っていうよりは、うん、少し粉っぽいというか、まあ、あの粉砕した餌がほとんどなんだろうけれど、これマッシュっていうんで、あの繊維質が多くて、あのなんだろうな、下痢がしづらいですね。あんまり消化のいい餌だと、かえって下痢がしやすくなったりして。でまだこのぐらい細かいです。そしてこの小屋、この大きさから次の段階、ちょっとこの辺かな、この辺じゃないな、もうちょい違うとこだな、もうちょい小さいところ、うん、小屋が汚いのであまり見せたくないで、このぐらいさっきの部屋からこっちに移動されすると、今度はこんな感じ。今度はトウモロコシがよく見えたりして、この中に黄色いのが見えてたりするのがトウモロコシ。わかりづらいけどね、かなり粗くなったのがわかると思います。これは子豚用飼料、要は育成器、なんていうのかな、筋肉をつける段階の飼料です。だから結構これは太ります。まあ太るといっても、要は筋肉をつけて太る、そういう餌ですね。これが悪いと、合ってなかったりすると、なかなか筋肉質なしっかりしたプリプリした豚にならないので、この辺かなり大事です。よし、よし、よし、そして暗いな。こちらがいつもの出荷している肉豚車。心へ来ると、今度はただ太るだけじゃなくて、今度は脂肪を調整したり、筋肉の締まりを上げる、そういう餌に切り替わります。あのさっきの子豚の餌みたいなのをいつまでもあげちゃうと、脂肪だらけの豚になっちゃったら良くないので、あと肉をよく買うと、こう赤っぽい水が出てる、あれドリップって言いますけど、あれ肉締まりが悪い肉から出てくるんで、少し肉をこうギュッと締める感じで、油の量もちょうど良くなるような餌、仕上げ用ってよく言いますね。こんな感じです。まあこれもほとんどうちはどこの段階でもみんなこんな感じの粗いというか、粒子は揃ってるんで、餌の触れ方はとても簡単で楽です。これが中にもっとこう塊の大きいのとか、そういうのが入ってると、餌の量の調整がとても難しいですね。
ただ床に撒いてあげるんだったらどんな餌でも多分全部食べるんですけど、こういう餌箱ってあの細い隙間から餌が切り出されて豚が無駄に、床とかに出さないようになっているので、この粒度っていうんだったっけな、要するに粒の大きさがきっちり揃ってる餌の方が、豚が無駄にしません。美味しいのかね。だからほとんどあの小さい時から大きい時までこんなような粉っぽい餌を食べて大きくなります。昔本当に始めた頃、自分がまだ子供の頃はあの畑で採れたあのくず野菜なんかをあのお袋なんかが親豚なんかにくれてましたけど、その当時はね結構食べたんです。トマトのくずだとか、スイカだとか。だけど今の親豚はうちに限ってじゃないと思うんですけど、あの白菜くずだとか、トマトくずとか、あのオスとかメスの親にくれてもほとんど食べません。鼻で遊んでゴミにしておしまい。だからそんなもんよりは多分この餌の方が美味しいんだと思いますね。ですまあ豚の餌はそんな感じです。はいはい、記念撮影記念撮影、はい、皆さん並んでください。はいはい、何もないよ。はい、終わります。